皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は三角筋と二頭筋のこの境目を作るインクラインアームカールをやっていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども配信しておりますので、ぜひ気になる方は友達登録お願いいたします。ではですね、早速インクラインアームカールを伝えていきたいんですけど、ベーシックなインクラインアームカールとは違って、二頭筋のこのピークの部分というよりかは三角筋と二頭筋のこの境目、ここを狙ったトレーニングになります。なので肩が小さくて腕が太いっていうので、肩と二頭筋の分かれ方があんまり分かりにくいっていう方もいたりするんですよね。やっぱりこの境目、凹凸っていうのがあるかないかで大きく見た目に影響してくるので、今回その凹凸を作るトレーニングとして紹介していきたいと思います。まずベンチなんですけども、45度ぐらい上げます。だいたい45度ぐらいでセッティングします。で、座るここの位置、ここの位置も上げちゃいます。こういう形で少しもう V のように上がるように両方上げて行っていきます。それではダンベルを準備して行っていきます。このような形でシートに寝転がるんですけど、僕は足を上げちゃいます。三角座りして背中をグッと丸めるような形で、椅子を深く座るのではなく浅く座ります。骨盤を後傾させることによって腹圧を強制的に入れることができるので、腰を痛めず、さらに高重量を扱っても腕にのみ負荷を乗せることができます。続いてなんですけども、落としていくとき、だいたい肘の位置を固定しましょうっていう風なのがベーシックなインクラインアームカールです。なのでこのような動きになるかなと思います。これがノーマルのインクラインアームカールになるんですけど、この境目を作るアームカールっていうのは、ここからちょっと肘を曲げた状態で後ろに肘引きます。こうすることによって三角筋、まずストレッチかかるんですけど、この状態からグッと上げるときにまた位置を戻してすくい上げるように、こうすくい上げるようなイメージでアームカールを行っていきます。これは軽いのでやると楽にできちゃうんですけど、重いのでやるとかなりきつくなるので、結構重めの重量でやることをお勧めします。落としていって肘をちょっと曲げた状態で後ろに下げることによって、もうこの状態でストレッチがかかるんですよね。二頭筋に伸ばしてなくてもストレッチがかかります。逆にこうやって落とすと一気に二頭筋から負荷が抜けるのが分かると思います。やってみるとグッと肘を引く、この状態で引くことによって二頭筋の負荷を抜くことなくストレッチを効かすことができます。で、このままグッと上げる。上げるときに肘を前に上げる人もいたりするんですけど、肘の位置はもう本来のアームカールのこの位置をキープする。下げてグッと。下げてグッと。ここの位置はキープ。グッと。あまり肩の可動域が広くない方はですね、この後ろに下げる動作、こんなに後ろ下がらないと思います。なので、浅くてもいいんで、ちょっと肘を引いて、そこからグッとすくい上げる。すくい上げる。イメージでやってあげてみてください。これを行うことによって二頭筋と三角筋、ここの凹凸をより強く見せることができます。まあ、イメージとしては二頭筋のここの部分を鍛えているというイメージにしてもらったらいいかなと思います。かなり細かくて癖の強いトレーニングですが、参考になると思うので真似してやってみてください。ちなみに今やってた重量は 6.5 キロになります。僕が普段やっているのは18キロを振り回しております。まあ、ご自身に合った重量で設定してもらったらいいんじゃないかなと思います。ジムでやるときはですね、靴を履いたままシートに足を上げると、やっぱり汚れてしまう。室内履きシューズであれば大丈夫なんですけど、土足で OK なジムとかだと汚れちゃう可能性もあるので、しっかりアルコールで消毒してあげてください。あとセットなんですけども、セットは本当に3から4セットぐらいで大丈夫です。回数も10回ギリギリ上がるかな、6回から10回。まあ、反動を使って10回までいけるならやろうぐらいの重量で設定して、6回から10回を目標にやってみてください。またよかったらいいね。チャンネル登録、そして気になることがあればコメントお待ちしております。公式 LINE でもお得な情報なども掲載しておりますので、気になる方は概要欄のチェック、そして LINE 友達登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。